なかなかグロテスクな見た目をしている白子。その容姿に反して味は絶品です。まずは流水につけて臭みを取り、筋を切り落とします。下茹でするときは野菜の端材を入れると香りよく仕上がりますよ。塩コショウと小麦粉を振ったら強火で外をカリッと、そしたら中火に落としてバターで中までふっくら焼き上げます。スーパーの白子をお家で食べる絶品フレンチに。さあ召し上がれ。